はい、それでは、今年度のちびっこ大学では、紙の城を築け、最高のタワーを作ろう、ペーパーコアワーコンテストをやりたいと思います。私は、共同教育学部の小熊と申します。昨年度は、パスタブリッジを作ってもらったんですけれども、1000人以上の人に見てもらいました。どうもありがとうございました。今年は、さらに、みんながしやすいような、ものを考えてみたので、一緒にチャレンジしてみてください。ペーパータワーというのは紙のお城です。ペーパータワーコンテストは紙のお城の高さを競うコンテストになります。でも紙はとっても弱いので、そのままではお城になりません。そこで皆さんが工夫をします。折るという工夫です。折ると紙は丈夫になります。重ねると高いお城になります。こちらの方は大学生が作ったお城ですが、皆さんもぜひ大学生より高いお城にチャレンジしてみてください。それでは、身近にあるものを丈夫にする工夫ですね。これを探してみたいと思います。今回は荒巻キャンパスですね。群馬大学の荒巻キャンパスの中のものを丈夫にする工夫を探しに行きました。大学の建物の中の部品で、このような鉄の部分ですね、が使われているものがあります。こちらの1枚の板をどうやって強くしているかっていうのを少し見てみたいと思います。まず1つ目ですね。曲げるという工夫ですね。こちら、トタン板と言われるものですが、こちらを網状にして強くしている、ここの面積を広くして強くしているということになります。そして折るという工夫ですね。これはたくさんのところで見られました。まず、1つ目が外のフェンスですね。ここ見てくださいね。パワーポイントですね。直角になってますよね。そしてここのところはさらに角を曲げています。こんな風にすると、強くなるという工夫で強くなりますね。そして、さらにですね、こちらのところを見てみますと、ね、こう丸くなってるの分かりますか？角をこう丸くなってるんですね。見ると角をこう丸めて、強くしているというところが見受けられると思います。さらに丸めるっていう工夫もあるんですね。はい、これは、大学の、私は普段技術課程科の、授業、先生になる、学生を教えているので、そこで使う、材料なんですが、これもこう柱の一部として使われたりしています。続いてですね、こちらの方ですね。こちらは、外の階段、非常階段になりますけれども、こちらのところにも、2つの工夫が見られますね。まず1つ目、この柱を見ると、1枚の板を折り曲げています。そして、この皆さんが階段登るところですね。これはこんなふうに直角に2箇所ですね、曲げて、板を強くしているなんていう工夫があります。このように1枚の、鉄板を曲げることで、皆が乗ったりとか、建物を支えたりとか、そういうふうな、強い構造を作ることができます。それでは早速ペーパータワーを作ってみたいと思います。まず準備するものなんですが、A4 のコピー用紙を30枚以上用意してください。高い高い塔を作りたい人はたくさん用意してください。こちらの方は使用済みのもので構いません。今回私が大学生と一緒に作ったものは使用済みの紙を使いました。環境問題やリサイクルにも配慮するので、そのようなものを再利用するのはいいと思います。続いてですね、皆さんよりも身長の高い、お城を作れる人がいると思います。ですから、長さがね、高いところまで測れるもの、コンベックスとか、家庭科なんかで使っているメジャーとかね、そういうのを使うと、高い高さまで測れると思いますので、ね、それくらい測れる、何か測定する道具を用意してください。はい、そうして、紙を切る道具ですね。まず、ハサミを用意していただきたいなと思います。これは、作るときに切り込みなんかを入れるととても便利ですので、
そういうところで使いたいと思っています。はい、じゃあ続いてペーパータワーコンテストのルールですね。A4 のコピー用紙はどんな風に折っても構いません。切っても構いませんしね。で、折った紙をどんどん重ねて高い塔を作ってください。使って良い道具はハサミだけです。で、糊やセロハンテープは使ってはいけません。ね、その糊のやセロハンテープの粘着力で支えるというのではなくて、紙を加工して、強度を保った状況、これで、挑戦してみたいと思います。ペーパーターコンテストの流れですね。まず作戦会議ということで、一人でも家族の方でもお友達と作ってもいいので、高いタワーを作る作戦を考えてください。そして10分間塔を作成します。その後測って、その後にもう一度作戦会議をして、さらに高い塔を作るという、こう2回で、終了になります。全部で30分ちょっとかかりますからね、ぜひ皆さん、高い塔に挑戦してみてください。はい、それでは作戦会議です。はい、どんな紙の折り方をしたらいいだろうか、どんな積み方をすればいいだろうか、ちょっと5分間考えてください。よろしいでしょうか。はい、そうしたら塔の建設に入りたいと思います。一つずつね、折って積んでいくと高い塔ができます。いいですか？それではスタートしたいと思います。よーい、スタート。はい、それでは10分経過しました。さあ、皆さんの塔も測ってもらいたいんですが、大学生の塔もちょっと測ってみました。A チーム145センチ、A4 の用紙を縦に使って5段の塔を作ることができました。B チームですが、179センチ、さらに1段高い塔を作ることもできました。さあ、皆さんどうだったでしょうかね。それではここから作戦会議にですね、さらに高い塔を作る作戦を考えてみましょう。はい、1回目、どうしてうまくいかなかったのかな、もっと高くする方法はなかったかなって考えてください。そうしたら、この後皆さんにヒントを与えますので、大学生の塔の工夫も参考にしてください。はい、まず部品ですね。大学生はこんな風に丸くして、ここ見てください。折り込んでいました。はい、それからこれですね、この角を折り込んでいました。はい、そして、安定させるために切り込みを入れて、一番下の台こんな風に折っているっていう工夫も見られましたね。はい、それから、塔の構造です。どんな風に塔を作ったかっていうのを見てみたいと思います。これね、ちょっと失敗しちゃったんですけど、こうにならない風に大学生はこんな風に作っていましたっていうのを見てください。まず1段目2段目を6個、3段目4段目5段目を5個、6段目を1個、こんな風に塔を立てていました。ヒントになるでしょうかね。さて、それでは2回目の塔の建設に入りたいと思います。はい、じゃあ用意スタート。はい、10分経過しました。皆さんの塔、どれくらいの塔ができたでしょうかね。それでは最後、ちょっと今回は画像見せませんよ。大学生が作った最高の高さだけここで示したいと思います。大学生が作ったなんと最高記録が268センチ、9段を作った学生がいました。こちらの方ね、一番上の方は1段ずつうまく積みまして、この9段になりました。さあ、皆さんこの記録に挑戦できるでしょうかね。はい、さて皆さん、1回目より高い塔ができましたか？もしできたら、またはね、みんなの記録をこの YouTube のコメント欄に記録を書いていただければ嬉しいです。はい、それではね、今回、ペーパーターコンテストということで、動画を出しましたが、ぜひ多くの人に挑戦してもらいたいと思います。それとこれで私の話は終わりにしたいと思います。
みんなどうだったかな？普段は薄くてひらひらな紙で強度のある建造物を作ることができるのは驚いたね。折り方や積み方を工夫してオリジナルペーパータワーを作ってみよう。誰が一番高くなるかな？動画を見てくれたみんなにクイズを作ったよ。クイズに10問以上正解すると卒業証書がもらえるから、ぜひチャレンジしてみよう。みんなは何問解けるかな？また群馬ちびっこ大学ではみんなからの感想を募集しています。クイズと一緒に勉強や実験してみた感想を動画の概要欄にある URL から記入してみてね。他にも楽しい動画がたくさんあるからどんどん見てみよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。